教科外活動とは、初等教育、中等教育における、教科以外に、児童生徒によって、自主的に行われる諸活動をいう。クラブ活動や清掃などもこれらの内容に含まれる。平成20、21年改定小学校、学習指導要領では、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動が該当する。平成20、 二十一年改定中学校、学習指導要領では、道徳、総合的な学習の時間、特別活動が該当する。平成二十一年改定高等学校、学習指導要領では、総合的な探究の時間、特別活動が該当する。特別支援学校では、領域と称され、その中で、知的障害者に関する教育を行う学校では、その教育方法の特殊性から、 教科、領域を合わせた指導と呼ばれるカテゴリーも存在する。また、自立活動も、教科ではないため、教科外活動に包括される。教科外活動が、教育過程の外にある時代から、これが、教育過程のうちに含まれるようになり、教科外活動は、教科外の過程として、教科外過程になり、学校の教育過程の二つの領域となる。 教育課程の領域になるに及んで、教科外活動とか、教科外課程という名称は矛盾することになり、特別活動という名称に、学習指導要領によって統一された。合わせた指導は、教科でやるべき内容と領域でやるべき内容を、そのまま教科書通りに指導するのではなく、有機的に統合し、季節性や児童を、生徒の実態などに応じて、 フレキシブルに対応するという側面がある。教育学大辞典、第2巻、第1放棄出版株式会社。ありがとうございます。